シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日からゲーム最新情報を紹介していくってやつで。さあ、というわけで今回は最新情報を紹介していきたいと思うぜ。で、今回、いつも通りの最新情報と、ちょっと緊急度、やばい最新情報あるから、それね、合わせて紹介していきたいと思うぜ。いや、ちょっとこれはマジで驚いたな。今回のワンピースコラボ、いろいろ起きすぎ、本当に。というわけで、早速見ていこう。さあ、まずはこれ、英雄の神殿修正ということで、英雄の神殿いろいろあったじゃねえか。で、あれから、最後の選択画面で、英雄の書とワクワク民が、使用不可能となっていたんだけども、それが使用可能となる対応が、行われたぜ。これでね、ようやく最後使える。いや、だってよ、マジでコラボの厳選大変だったよな。同時に同族過激とか、プラッて出てきて、よっしゃと思ったら、あれ英雄のお菓子作れないんだった。あれは絶望した、マジで。あらかじめつけておかないとダメだったし、それがね、なんとか、対応してくれて治りましたと。いや、これコラボ中にこれは本当にきつかった。で、次、これは嬉しい。トクエルのその復活ということで、いや、ようやく来たか、マジで。予想ではちょっと完璧にコラボ期間外してくると思ったんだけども、なんと、日曜日から5日間復活すると。で、確か3日間ぐらいだったっけ、残り。だけども、今回ね、全部復活するということで、これは当然の対応だとは思う。で、プラスで、濃厚報酬とか、司法のパワー、司法のパワー、最近取りに行ったら済む話だから、これ逆になんか司法で溢れたりとか、経験値とか溢れられるとっていうのはあるんだけども、これがね、同時にやってくれるというわけで、この5日間、全部復活してくれたのは嬉しいかなというわけで、コラボキャラ厳選しよう。超究極。ね、今日には間に合わないけども、今後の降臨には間に合わせれるから、厳選ね、したいことはしておこうと。いうわけで、これよ。ゾロの SS 修正。これが、パパッと行われました。今回の超究極に響く何かがあるかもしんないから、結構急いでやったなというのが、その感想だったんだけども、修正したなら全然良くないというとこね。最初に触れた敵の、ビットンとかその高 HP のキャラクターのダメージが、他のね、敵にもバーンって入ってしまうと、やばい。仕様が、直されたと思ったんだけども、それは直された。だ、これがやばくて、進行不能になる、さらなる不具合が発覚し、カイドウの降臨時間が変更に。おい、そんなことあるんかい。そんなことあるんかい。で、今見てくれた人、ね、知らない人もいるかもしんないけど、なんと、カイドウ降臨時間、1時間ずれました。お、マジ、こんな、すごいな、これ。でも個人的には8時からやってくれる方が嬉しいわ。なんか8時からの方が、なんか気合入るっていうか、ちょっとわからんけどもね。そういうところで、なんと変更されました。ゾロをね、何があったんかっていう、相当なんか裏で難しい、その、仕組みとかがあるんかな。そういうわけでね、なんと、ゾロ、こんな感じでカイドウの降臨時間を変更させました。はい、それがゾロの新しい SS の、隠し仕様でしたというわけで、プラスで、ロー&キットのやつを見ていきましょうか。さあ、というわけでロー&キットを実装されたんだけども、この演出かっこいいし、ちょっと仕様がマジやばいというわけでやってみよう。まずは演出を見ていく。というわけで、さっき見てもらったらわかる通りに、なんかよ、暗転があって、持ち越しダメージが、与えれると。で、それが、キットが動いてからなのか、すごい長いのよ。なぜか。ということは、その間に、こういう共有錠をぶち込み続ければ、ワンパンがいけるんじゃないかなと。で、しかもこれ、いけてしまうのよ。これがマジで。いや、どうなんだろうな、これ。ちょっとよ、やってみるけども、かなり、やばい仕様だと思う。マジ悪用できる。
キッドが動くまで、まあ、すぐ動いてくれるんだけども、まあ、ネオが強すぎるということで、ちょっと距離稼ぐわ。それで、上のネオを横で拾って、その後キッド動いて、友情コンボを叩き込み続けるから。これやばいよ、マジ。これほら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 これやばくない？もうワンパンしたよこれ。いやこれちょっと予想の3倍長いんだよな。そのOK時間が、持ち越し時間が、これを修正とか言ったらマジちょっと、いやーでももうほんと最近のモンスターそれが全然あるからな。ちょっと前までのコラボはこういう隠しをすげーってね、純粋喜んでたけど、今は若干ちょっと不安があるよな。不安があって、またなんかお知らせ来るんじゃねえかっていう、そういう気持ちになってしまうな、これは。まあ、というわけで、まあね、何もまあ情報来てないから、まあこれは仕様なのかな。まあでも、仕様だと思えるような、そういう性能だと思うし、まあ、というわけで、お楽しみに。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ。